今のル監督国王杯前日会見にて、竹にとってフルスマジョルカ戦だから特別？ソシエダと決勝に行きたいから特別なんだ。試合前日に会見に出席した今のル監督は、現地記者からマジョルカで数年を過ごした竹にとっては少し特別な一戦になるのではないでしょうか？と問われ今のル違う、違うよ。竹にとってこの試合が特別なのは、レアルソシエダと共に決勝に進出する可能性があるからだ。今の彼はレアルソシエダの選手なんだよ。言い回しがかっけーって、今のルの竹はラレアルの選手だっていう感じは我らのものだって感じがかっけー。今のルは竹大好きだな。久保自身もマジョルカに愛もあるだろうけど結局はローンの助っ人外国人選手って立ち位置だもんね。ラレアルは完全移籍で本当にチームの一員ファミリーって感じてるだろうね。これ久保は国王杯はスタメンっぽいかもね。怪我のリスクがあろうとも今のラレアルに久保は欠かせないよね。またマジョルカから点取ってほしいな。遠藤に続いてカップ戦取ってほしいね。久保がタイトル取るところ見てみたいし今回はかなりチャンスだぞ。